では、次のご質問に参ります。万事之助は死の間際に万事丸の母である小春への思いを言い残していますが、文面からすると万事之助と小春が飛騨の白川村で夫婦として過ごした期間は、それなりに長くないように感じられます。その点について詳細をお聞きしたいですとのことです。少なくとも、万事丸が生まれて、この年になるまで、万事之助と小春も一緒に暮らしています。だから14年ぐらいは生活しております。はい、ありがとうございます。また小春はですね、麦姫の方で奉公人として働いていたようですが、万事之助と小春の接触はその奉公先でのみのものだったのでしょうか。そうだと思います。姉小路家の家中ですね。多分小春の家もそれなりの侍の家だと思うんですけど。こういう、地方の豪族の家っていうのにも、女の人が、就職する、なんていうかな、行儀見習いとか、まあ、女中さんみたいな形で、奉公するっていうことが結構あったみたいです。まあ、そんな中で、万事之助と小春は出会う。で、出会って、お互い好きになる状態のところに、雪姫が割って入って、万事之助を誘惑して取っちゃうということです。はい、ありがとうございます。では続きまして、雪姫と万事之助に関する質問です。万事之助に対する雪姫の恋心は、蛤石が見せた幻だったそうですが、万事之助が死の直前に、自分の心を裏切ってお前を抱いてしまったと発言しています。万事之助が雪姫を抱いたということも、蛤石が見せた雪姫の妄想なのでしょうか。妄想じゃなくて、そういうことが起こったっていう、ね。まあその辺は、ね、次のお話で、いろいろ描かれるんじゃないでしょうか。その、顛末というか、結末というか、その結果がね。はい。はい、ありがとうございます。では、実際に抱いてしまったということだそうです。はい、では次の質問に参ります。絹は万事丸と出会う数年前に両親を亡くしていますが、万事丸と出会うまでどうやって生活していたのでしょうかとのご質問です。父親の部下の鬼たちに世話されて生活していました。はい、ありがとうございます。では次の質問です。蛤姫は1000年前の戦いには、産鬼と称されていたようですが、これは古事記における大国主を治療した産飼姫と関係があるのでしょうか。はい。関係があると思われます。では次のご質問です。登場人物たちの1000年前に関する発言を総合すると、黄泉が復活させた根の国とは播磨王朝時代に相当するように読めますが、黄泉は無列天皇なのでしょうかとのご質問です。これはもう一つ前の河内王朝と呼ばれている時代の最末端にいる雄略天皇の時代に黄泉は雄略天皇とすり替わるっていうようなことを考えています。その王朝を乗っ取るっていう乗っ取って出雲王国を復活させるっていうのは黄泉のやったことと考えます。はい、ありがとうございます。では次の質問です。根の国音頭の林が伊勢音頭と酷似している理由は何でしょうか。よもつへぐいで歌われることから食物の神を祀るゲムーと何か関係があるのでしょうか。似てるのは似せたからです。伊勢音頭から作りました。でなぜそうしたかっていうと、どうも伊勢の地っていうのが、結構出雲的なものが残ってる場所らしいんで。でだから逆に伊勢音頭自体は江戸時代に作られるものなんですけど、その伊勢音頭が根の国音頭を真似して作ったという形にしました。はい、ありがとうございます。では関係性が逆転している形ですね。では、次の質問に参ります。千里のお金出しという昼子の荒いは詳細が記されていませんが、これは顔が3つあって羽を広げたような形状をしているのでしょうかとのご質問です。はい、そうです。だそうです。意味をあれですよね。後々つけるかもしれないですよね、これ。ああ、はい。荒薙っていうのは「とう」っていう意味なんですけど、それにひるこをつけたのはなんだかここからエネルギーが放射されるようなことが起こるっていうようなことをイメージして、淡路島が浮かんでくることが起こりますけど、その時のエネルギーにさせようかなっていうようなことで。ちょっといたずらしました。はい、ありがとうございます。いや、ビジュアルはおそらくなんとかの塔というですね、実在するものに非常に似ているかもしれません。はい、では、次の質問です。元号丸の血は緑色ではなくなったようで、死人栗の能力なども、失っているようですが、これは彼自身ではなく宿っていたベリエル由来の後天的なものだったのでしょうかとのご質問です。血の色は忘れました。忘れて書いてしまいました。能力に関しては全然しっかり考えてませんでした。多分ベリエル由来のものもあったと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとね、今回30年の時を経て、執筆されてますので、そういったことも、たまにもしかしたらあるかもというような形です。はい。では、次の質問になります。元王丸がマリのことをティアマトと呼んだのはなぜでしょうか。このシーンはモートがバヤルを飲み込んで殺したという神話になぞらえているものかと思いますが、モートと全く接点のないティアマトに例えた理由がよくわかりませんとのことだそうです。